ちょいという響きに、なんとなく憧れのある人も多いのではないでしょうか。2018年の6月に、興味深そうなスレが立ちました。ちょいだけど何か質問ある？ある？あるあるあ？パンツ何色すか？白す。彼氏いなかったら俺を養って。いる。紐とか論外でしょ、むしろ養ってほしいんだけど。専門は？形成外科。美容？スプラッターの修復？半々ずつって感じ。カテーテル抜く瞬間の笑顔度 S すぎ。バルーンとか久しくやってないけど、むしろ入れてる間のがいい顔してると思うんだけど。おっぱいサイズは B。 形成っておっぱいの形を直してくれるんだよね。厳密には形成でやるのは再建、厳密には形を好みに直すだけなら利害。足腰痛いんだけど悪い病気かな、プルプル。ちなみに170cm 95kg。 痩せろデブ。ジョイと結婚するにはどうすればいいの？私に合コンを持ちかければいいよ。2ヶ月ほど入院してたことあるけど、ご飯の時カロリーメイトゼリー出るの嫌だった。晩食か麺メインか通常ご飯か選べるなら最初から選ばせろ。しばらくまっつい魚食ってたんだぞ。残しまくったけど。そこの病院食がクソだったんだな。どんまい。オナニーする暇もない。余裕である。患者にエッチなことした？タマちゃんの皮全部剥いだことならあるよ。裂傷は布とテーピングで寄せて直すのでは最終的にどちらが綺麗になる？裂傷にはどっちもやらないよ。裂傷ならともかく。骨折したかもしんないって患者が来て、実は痛風だったらどう思う？NS エイド処方して返そうと思う。おそらく軽度の脇がの友達になんて伝えればいいですか。不快だからミラドライしろ。夜勤とかで病院でセックスとかオナニーしたことある？またはして代謝を知ってる？初期はピンク病院だったからそういう猿だらけだった。顔にでっかいイボがあるんだが保険適用になる？絶対なる。レーザーかな。医者って抗がん剤と人間ドックしないってマジ？いや、オペも CTX も検診もするでしょ。医者の方が意味のないマーカー測ったりしてると思う。医者に関わる金持ちな女だと男の理想だかそうで近寄りづらい。社会出てから同業者としか付き合ったことない。外としてこうなったわけじゃなくて本当にまともな出会いがないだけ。パーキンソン病で唾液がすごいんだけどどうしたらいいですか。形成外科医に相談してないで。主治医に言え。ジョイってなんで常時生理みたいなやつばっかなの。男社会におかしな適応の仕方をしてるから。あるいは常時生理症候群。オナニーはしますか。方法がそれです。脳血管細いらしいけどどうすれい。バイパス術でもしとけば。膀胱炎の時に行った病院がジョイだった。ケツに指入れられたんだが、真面目な話。真面目な話、前立腺炎疑われただけじゃない。制服見せて。実家。プロ体制ついた。専門行って磨きがかかった。何歳？アラサーおばさん。アラサーでおばさんなんて言わんよ今のご時世。アラサーとセックスしたいわ。身長体重かオープ。学歴は？膀胱率。ジョイさんは看護師、女、とはうまくやれるの？向こうがうざくなければ。骨座礁で病院行ったけど痛み止めしかもらえないのね。自分で骨座礁って言ったの？どのみち痛み止め以外やることないと思う。勝負下着の詳細教えて。相手の好みに合わせる八百長勝負。ジョイなのに専門。専門がない医者ってあんまりいないと思うけど。レンタル AV 屋でどれにするか迷った時はジョイものを選んでます。時点で新人カメラマン、アシスタント系です。新人カメラマンって何？男みたいで面白いな。付き合うのは無理だけど、飲み仲間なら良さそう。あ、いや、コミュ障との飲みは結構ですので。今度盲腸の手術するんだけどチンコ見られちゃうの？パンツ履いたまま手術であってほしい。パンツ履いたまま導入してもどうせオペ中は外すけど。誰もそんなもの興味持たないから大丈夫。中途半端なんだよな。男みたいに仕事ができるわけじゃないし、女としても魅力がない。すごくわかる。ジョイってホスト以外に金使うことあんの？ホストに金使ったことない。男の看護師のことどう思う？冗談抜きで芸率高くない？チンポ選びたい放題。人で選んでから出てくるものだから普通。なんかイライラしてない？チンポ足りてる？イライラしてないよ。足りてる。知り合いにアラサー看護師何人かいるけどあいつら中身男だもんな。根気逃したナースはそうなるかもね。足の骨が僕小さく折れてるかもしれないんだけど、ぶつけて2週間で受診に行ってもいいものだろうか。早めに行った方がいいと思う。気関節なる前にせめて固定。エロを求めてはいけないタイプ。求めるのは自由。最近セックスいつした？日曜日。結構淫乱だったりする？相手によるって。ジョイって変な顔多いよね。とてもわかる。父親が濃い人多いからじゃないかな。独身と離婚率の高さは異常。ジョイの知り合いみんな独身だ。スレは以上で終わっていました。お次は2017年の10月に建てられたスレを見ていきましょう。当局中のジョイ、27、だけど何か質問ある？暇なんです。なんかエロいことないの？エロいことはない。勤務医です。基本ね当局なのだ。最近お腹壊しがち。患者さんにときめいたこと本当にない。医者になろうと決めたのは高校2年の時で遅かった。そこから1年はただ受かりたくてがむしゃらだったな。ドクターの証明になるものを。証明になるもの。2チャンネル慣れてなくて写真あげるの怖い。自分が受けた第109回国試なら答えられるかも。2チャンネルですれ立てたの初めてだから変なことあったら申し訳ないです。
ドクターみんなナースステーションでバンバンスマホ使ってるよ。労働環境は意外と悪くなくて、土日も午後はしっかり休めてるよ。へえ、意外と自由なんだね。先生の人生の楽しみって何ですか？稼いだお金で美味しいお酒を飲むことです。どんなお酒が好き？やっぱりワインとか高いの飲む？基本ビールと、あとワインと焼酎。ワインは上の先生がかなり高いのとかおごってくれるけど、いまいち安いのと違いがわかんない。普段家で飲むのはコンビニかスーパーで買える1000円以下のワインだよ。庶民的なジョイさん、かわいい。わーい、嬉しい。コードブルーはところどころしか見てないけど、あんなに災害とか事件起きる？あとあんなにヘアアレンジ凝ってるジョイはいない。こういうスレで証明するものを要求するのは野暮だろ。嘘でも楽しけりゃいいのだ。楽しくないのが問題なのです。どうやったら盛り上が上がるんだろ。研修医か、夢があっていいな。飛び込み患者が帯状方針でゾディラックス初回なんで点滴終わるまで帰れない海洋医には、眩しく見えるわ。ごめんなさい、3年目です。某内科でゆるっとやってます。マッキンゼーや弁護士みたいなハイスペ男子と合コンしたとかないの？マッキンゼーは何のことかわからないけど、そもそも合コンに行ったことがない。都会の医大生とかならあるのかな？女の医大生は合コン行っただけで皮脂とか植えてるとか同期の男にネタにされるから、合コンとか行けないんだよな、男はいいよな。気が強いけど実はめちゃ優しいジョイ様の奴隷になりたいです。気が強い人多いよね、ほんと。俺と夜の新作エンジョイしない？夢を壊すかもしれないけど、こういうの、本当にないです。某大学病院某内科より。俺と結婚して。ドクターのカレピがいます。交通事故で体がぐちゃぐちゃになった患者運ばれてくる？研修医は救急車もバンバン来る、そこそこ忙しい病院で働いてたけど、足の骨が飛び出すとか顔面血だらけとかは全然あったよ。なんか知らないけど、ジョイさんや医大生の女の子って恋愛偏差値低いよな。どういう恋愛してるのかもよくわかんねえし。時々遊びまくってる子もいるけど、基本恋愛偏差値低いね。大学1年の時に付き合って、大学時代もずっと同じ人と付き合ってて、そのまま卒業後に結婚のパターンが多いかな。私たちの学年はほとんど卒後に別れたけど。同じく当直中の事務だけど一言ちょうだい。時間外とかの受付する人？お互い平和な夜を祈りましょう。ムラムラしてる？一日働いて化粧も崩れでボロボロの状態だからあんな気分にならないのだ。ちなみに男の医者が当直中に看護師と当直室で不倫するのはマジであるよ。あんまり遊ぶ時間とかないの？意外と土日の午後はフリーだから遠出とかできるよ。当直明けの週末だと朝帰れたりとかもする。年収はどれくらい？ 3 年目で、900くらい。両手骨折してるイケメンがいたら、抜いてくれるってほんと？聞いたことない。救命救急にいるドクターってエリートなの？あそこ過酷なイメージだけど志願するドクターいるの？救急とか心臓血管外科とか、信じられないくらいハードなのにやっぱり志願する人はいるよ。ヒーロー気質の人にしかできないと思う。意外と救急はオンオフしっかりしてるから休みの日はちゃんと休める。心外とかは本当にどこも大変そう。低学歴ですがジョイさんと仲良くなったりお付き合いできる方法ってある？てか、低学歴は相手にされない？医者以外と結婚するジョイさん全然いるよ。リハビリスタッフとか、事務の人とか、あとは銀行とか市役所とか公務員系が多いかな。わくてか、プラゲで知り合う方法ってどんなのあるの？小児科の看護師さんは居酒屋でナンパしたことはある？私の仲がいい子は巻き込んで知り合ってた。ジョイの友達結構マチコンとかで婚活してるよ。今からマチコン行ってくる。結構いると思うよ。最初は惹かれるのが嫌でみんな医者とは言わず医療関係って濁してるらしい。看護師？薬剤師？ってぐいぐい質問したら最終的にバラすと思うよ。ファイティン。医師ってコメディカルと仲いいの？看護師さんと仲良くなって飲みに行ったりしてるジョイさんいるけど、私は看護師さんとなかなか仲良くなれないんだよな。一番興味のある疾患名は？疾患名、なんだろ。今一瞬で思いついたのは VOGT、小柳原田病かな。名前から病態を連想できない疾患名が学生の時からほんと嫌いでした。疾患名から何かか予想しようと思ったのに。実際自分の専門以外の疾患名全然出てこなくて結構悩んだ。某内科なんだろ？原田病は眼科の病気だからわからん。腎臓内科だよん。気も生活させて。主婦になってくれるならいいけど、浮気されそうだな。親は何してる人？銀行員、医者の親族いない。不倫って何？連れ込むところ見るの？当直室にコンドームが落ちてたり。日本のドクターって診察できる範囲ってないんだっけ？本当は眼科専門だけど内科も診察できるみたいな。海洋で内科、皮膚科とか書いてるけど本当は皮膚科の専門医持ってなくて見てるとかあるみたいだね。別に何かが何かを見ても視覚上は問題ないけど、ミスったり見逃したりして訴えられたら負けるだろうね。なんで専門じゃないのに見たんだって。指示ちゃんと出せよ。看護師さんごめんなさい。なんで目指したの？なるの大変だろうけどそれだけの価値はあった？勉強し始めたらぐんぐん成績伸びていって、これはもしかしたら狙えるのでは？ってなって高2の時に養子医学部行ったろ、と決めて頑張りましたね。というのは建前で本当は人を助けたかったからです。医者であることに傲慢になったらいけないけど、人の命を直接扱うなんて他のお仕事じゃできないし、なってよかったと思う。
なんか本音と建前逆にした方がしっくりくるぞ。医学部来てびっくりしたのが、医学部進んだ理由聞かれて人を助けたいからとかマジに答える人全然いないんだよね。成績良かったから来ましたとか、親が医者だから来ましたとかがほとんど。私とか家族に医者がいない超普通家庭出身の雑草魂野郎だから、人を助けたくて、とか恥ずかしくて答えられなくて、いつも適当に濁してる。中学の成績は？入った高校の偏差値は？田舎だったのでトップでした。高校は県内トップの進学校とだけ。ぐんぐん伸びたって聞いて中間層から這い上がったのかと思ったけど中学トップの高校も進学校のエリートだった。小学校に制服あった？なかったよ。なんで看護師と仲良くなれないの？やったけど見下してるから？そこまで距離を縮められないのだ。時々看護師さんにタメ口話す若いドクターいるけど、絶対無理、何様や、って思う。高校の大学の同級生で仲いい看護師さんはいるけど、職場で仲良くなった看護師さんはいないな。看護師さんかなりハードな仕事だし町長お世話なってるし見下してるとかは絶対ない。4年目300のクソ雑魚公務員俺に一言。私の先輩年収1600万円で年収400万の男の人と結婚しました。勤務してる病院にゴキブリ出る？今のとこは出ない。研修医の時の病院は普通に出てた。今から病院に行けば夜中の病院でエッチなことできますか？今日はそういう気分じゃないのごめんね。最新の若い医者はすぐに CT を取りたがる。治療方針が変わらない検査はするなと研修医時代散々言われましたが、やっちゃいます。だってわからないんだもん。あと放射線回すげー。医療機器営業の男は恋愛対象ですか？かっこいい人多い気がするけど関わる機会が全くない。スレは以上で終わっていました。続いては2014年の10月に建てられたスレを見ていきましょう。ジョイだけど質問ある？スペック。30代ジョイ。既婚。育休中。旦那も医師。地方都市在住。特定されない範囲でダラダラ答える。お化け見たことある？ない、就職前にはそこ気になってたけど、周りでは医師で見たことある人はほとんどいない。看護師は何人か見たという人はいた。専門は？某内科です。最近行った高級料理店は？学会で泊まったホテルのバーかな？カクテル2000円とかどこの貴族だよ、と思ってすぐ出ちゃったけど。ってことは、現在休養中？その通り、休局中です。医局に席はあります。医局を抜けた医師は何らかのトラブルメーカーとみなされかねない地域ですので、対局する人はわずかです。今後の目標は？直近の目標だと仕事復帰して育児や家事との両立。将来的には極めたい専門分野がありますのでそれかな。極めたい専門分野って何よ？それ核とかが特定されるので勘弁。何分狭い世界だから。突然体つくってなるんだけど病気かな？ミオクローヌス？診断系はネットでは無理なんで、気になるようなら近くの総合病院へ。ジョイって西川綾子みたいなイメージ。ドS？ジョイというか、高学歴女性はその傾向強いね。ゴリゴリ試験勉強していい成績取って、となるとどうしても自我の強い人が有利だからかな。いいとこ住んでる？今は 3LDK、家賃6万円。共働きにしては質素だね、とよく言われる。イケメン診察するときからだ見れたり触れたりするので嬉しかったりする。仕事のときは仕事モードなのであんまり患者さんの美醜は気に留めない。というか普段でもイケメンの裸見ても嬉しくはないからな。お姉ちゃん、頭撫でて。なでなで。診察の時に聴診器でわざと乳首コリコリして反応楽しんだりする？外来忙しいんで、乳首いじるよりはその時間で他のことしたいかな。自律神経って鍛えられるの？鍛えられるのなら鍛え方教えてください姉さん。これをすれば鍛えられる。ってのは自分の知識の範囲内ではないと思う。ブラックジャックによろしくは面白かったけど本当に医者目指すやつってあんな悲惨な感じなの？ブラヨロは結構誇張してるところも多いよ。部分的にはあるあるネタもあるけど、実録漫画として見るとお粗末。何様だよこいつって思った患者はどんなタイプ？何様だよ、と患者さんに思ったことはない。看護師や薬剤師に対して頭ごなしに怒鳴りつける医師に対して思ったことは何度かある。年収いくら？当直バイト入れると1200万円ぐらい。入れないと800万ぐらい。ボディビルダー診察したことある？あるよ、やたら皮膚テッカテカだなと思った。マジで、今さっきボコられて左耳くぐもって聞こえて左目はビニール越しの視界みたいになってるけど放っておいたら危ないかな。近くに大きい病院が他にないんだ。外傷は最悪命に関わるから受診をおすすめします。あの女医に恋してしまいますが医者以外の方にも告白されたことは？患者さんなら数名。でも正直、仕事なので患者さんには恋愛感情湧かない。医学漫画やドラマとかでおすすめなのある？あまり読んだことないけど、麻酔科医花とコウノドリは面白いと思ったかな。麻酔科医花の原作者は外科を嫌ってるのがよくわかった。救急にかかった患者の情報って他の先生も見れる？直接関与してなければ大丈夫？知り合い、外科、が勤めてて救急行ったのをどうしても知られたくなくて行くの躊躇してる今。電子カルテは基本的にどの医師も見れるからどうしても気になるなら他病院かな。原発性アルドステロンって普通の内科で血液検査とかしてもらえる？それとも他の病院紹介する？内分泌科があるところに紹介がスムーズかな。うちの地元だと大学病院紹介になる案件。
ジョイさんでも看護師でもなんで気が強いの？姉が看護師でさ気が強いのよ。ビシッと言わないといけない場面が多いからかな。自分がジョイにしては気が弱すぎると、なぜかベテラン先輩ジョイに叱責されたことがある。どうしたら国の医療費が削減できる？ぶっちゃけると延命医療の発展が財政圧迫してるんだろうけど今すぐやめろ、というわけにもいかないから難しいよね。では安楽死はした方がいいのかな。財政破綻って医療費なんだね。アメリカも経済発展も医療費のおかげと聞いた。人の生死に関わることは足し算引き算で割り切れないから難しいね。織物が毎日出るんだけど性病大丈夫かな。気になるならお近くの婦人科へ。がん検診も定期的にお勧めします。他の主治医がジョイさんなんだけどパンストに目が行って困る。なんとかしてください。慣れてください。なぜか自分の周囲の皮膚科先生は派手な人が多い。失礼だけど日本の医療が遅れてるところと進んでるところ、日本以外で医師やったことないからよくわからんけども、日本の国民皆保険制度は素晴らしいと思うよ。あと医療の標準化が進んでて、田舎でもある程度の高度な医療行為を受けられることはすごいことだと思う。ER とかのドラマ見るとなんか海外は進んでるような気がするが逆なのか、ヨーロッパの方も進んでるイメージだった。けど予防医療も積極的にした方がいいの。医者の言うことを聞くとしっかり治るね。すごいな科学の進歩は。日本の医療は世界一位、とは言いませんがかなり高水準だと思います。予防医学には個人的にかなり興味がありますね。皮膚科医は詐欺師だと思いませんか？皮膚科に限らず、ろくに診察をせず処方だけという医師はいますね。1ヶ月以上微熱あるんだけど病院行った方がいい？ちなみに女だけど妊娠ではない。受診をおすすめします。ただ微熱って本当にいろいろな病気で出るので、診察がとても難しい。あと、ここに書かれてる症状だけでは診断できないので健康状態で心配なことがあればお近くの病院を受診されてください。家事旦那してくれる？共働き時代には分担してやってました。今は専業主婦なんで自分がほぼやってますが、食器洗いだけこだわりがあるようなので任せてます。ジョイのイメージはかなり悪くて頭は良さそうだけど冷たいなどと言われることが多いんですが、その点についてはどう思われます？ジョイ、と一括にされると悲しいものがありますが冷たい態度と取られやすいジョイさんも確かに存在します。ですが男女問わず、患者さん第一に働いてる医師が多いですのでお手柔らかに。看護師見てて惨めな奴らって思う？医師と医師以外の医療従事者に上下関係はないと思ってるのでそう思ったことはありません。どの職種の人も病院には必要ですから。これまで勤務していて、医師以外の医療従事者の方々に本当に色々助けられた実体験からです。単一職種だけでは回らないというのは、病院に限った話ではないですしね。麻酔をバカにするのはやめな。というわけでどの科の医師もバカにしてないですよ。どの科をないがしろにしても日常診療が回らなくなります。ドクターの診断ずれてて俺何度か立て直したことあるけど、多忙さに同情するわ。患者もドクターも互いに不利益かぶるわ。多忙はミスを生むので、なんとか適正な勤務時間になれば良いのですが、現実は難しいですね。なぜ外科を選ばなかったのか？手術に興味が持てなかったのと、出身大学の外科教授が、女は外科に来るなと公言していたので、ジョイさんにさ診察時に綺麗だと殺意恋心が芽生えるがどうしたらいいのか。あと何気に今胸の動悸が痛い。医師に恋心を抱く患者さんは多いようです。やはり特殊な環境下にあるからでしょうか。動悸に関しては循環器科へ。性的興奮をすると股間が大きくなってしまうのですが病気ですか？あなたが男性なら医学的に説明のつく事項です。友人の嫁が産休明けの質看護婦なんだが、ズボラに料理、下手、と洗濯、ワイシャツアイロンかけない、するだけで、掃除ゴミ出し皿洗い育児を全部旦那にやらせるんだ。自分のが疲れてるという理由で。看護婦さんってそんな疲れるの？看護師といっても勤務先の規模や業種で勤務内容がかなり変わってきますし、その人の体力と精神力にも依存するので一概に言えませんが、夜勤明けなどは辛いと感じることが多いと思います。また体位交換などで力仕事も比較的多いと思われます。どちらか、あるいは両方激務の夫婦は家事分担も含めてしっかりとしたすり合わせが必要ですね。甘いもの食べると体がだるくなるのは気のせいかな？ただ満腹になったからかな。なんとも言えませんが、他の食べ物で満腹になった時にだるさがないのなら甘いものに原因がある可能性はあります。医師って内科の医師でも手術はできるんでしょ。医師免許は持っているので法律上は手術しても問題ありませんが外科は研修医時代のわずかな期間しか経験していないので無理ですね。田舎住みなんだけど15年ぐらい前に近所に診療所できて結構評判いいんです。今年の夏に道路挟んだ敷地に移設してバカでかい老人ホームも作りました。お医者さん一人でやってるけど開業医ってそんな儲かるんですか？特に最近は医療機器が高いので、開業してもすぐペイできるとは限らないと聞いています。開業医が自分の子供を医学部に入れようと躍起になるのは、一代限りでは旨味が少ないからだと聞いたことはあります。結婚とかしづらい空気なの？結婚はそうでもないですが、出産はキャリアに関わることなので時期が難しいです。研修医中に産むか、専門医資格取得後に産むかの二極分化になる傾向があるように思います。女性の医者と看護師どちらが恋に落としやすいですか？状況次第ですが看護師でしょうか。絶対数が多いですし、単純に出会いの機会が医師より多いです。
マジか看護師か。恋愛関係で紹介してほしいという相談はありますか？職場関係の人たちで。あります。私の場合職場結婚ですのでそうでもないですが、医師以外と結婚した方は言われることがあるようです。夫婦でお医者さんごっこするのかな？医師だからごっこじゃないか。それはこの辺りで終わっていました。命を預かる現場なので、女性としての柔らかさよりも厳しさが求められるのかもしれませんね。皆さんは女医はお好きですか？